南から見た相模湖日、蓮王橋から、相模湖は神奈川県相模原市緑区にある湖。相模川を相模ガムによって咳止めて作られた人造湖である。命名者は内山岩太郎元神奈川県知事。横浜市、川崎市、相模原市などへの上水道、京浜工業地帯への工業用水、及び水力発電、洪水調節、灌漑用水。 レジャーに利用されている。一部東京都に飲料水が分水されることもある。戦後にできたダム庫としては、日本初で人造庫にこと命名した最初の例である。相模湖相模湖を橋より相模ダム湖畔近くには、各種交通路線が通じており、アクセス性に優れている。遊覧船、貸しボートなどのレジャー施設は、県営相模湖公園のある。 湖北東部の湖畔に集中しており、相模湖駅からこの区域までは500メートルほどの距離である。遊覧船、レンタルモーターボートレンタルボート釣り船カヌー教室等が整備され、都民並びに県民の憩いの場所となっている。かつせ観光株式会社は、相模湖誕生と共に水没した、休日連村かつせの出身者有志が共同設立した会社である。 同社の所有する遊覧船スワンマルは日本初の白鳥型遊覧船であり特に子供たちや女性に人気が高い県立相模湖公園には駐車場も整備されているこの駐車場は平日は無料であるなお5月の連休7月から8月までの夏休み期間中は有料となる駐車料金は近々改定の計画が予定されているこの駐車場の他に 県営の無料駐車場が相模港橋の近くにある。ありがとうございます。